蒸し暑い夏はかき氷を食べて花火をやろう。 Hey, what's going on everybody? 皆さんこんにちは、インディースギです。今日はですね、外、なぜかというと良い天気だから。午後に雨降るとね言ってますけども、素晴らしい天気。夏はね、蒸し暑い、そんな風に言いますけども、英語で言うと It's hot and humid。 Humid っていうのは湿気が多いっていうことですね。はい、それが日本の夏です。まあ暑い時に楽しんでおかないとね、 Enjoy the sun while you can なんてね言ったりしますけども、でもね、暑すぎるのもねどうかと思いますよね。はい、まだそこまで暑くないですけども、もうすぐ気温が下がるといいね。英語でなんて言うでしょう。はい、I hope it cools down soon。 はい、cool down で気温が下がるってことですね。これも一緒に覚えておいてください。はい、そんな暑い夏はかき氷、かき氷食べたい。英語で言うと I want to eat some shaved ice。 I want to eat some shaved ice。 Shaved っていうのは ED がついてる場合は何々されたって訳しますね。 Shave、削られた、削られた氷、かき氷のことです。アメリカではですね、スノーコーンなんて言われてますね。コーンの上にかき氷が乗ってるような状態。かき氷食べたい。I want to have some shaved ice. I want to have some shaved ice. かき氷いただけますか? I'd like to have some shaved ice. どんな味がありますか? What flavors do you have? お、いきなりですね、ちょっと暗くなりましたけども、夏といえば、もちろん、花火。花火屋に行こうよ。花火屋に行こう。英語で言うと、何々しようわ。Let's. 行くわ。Go. 花火をやるっていうのは、花火で遊ぶので、Play with fireworks. Play with some fireworks. Let's go play with some fireworks. 花火ですけども、日本の花火っていうのはね、いろいろありますよね。手で持ってやるもの、handheld fireworks なんて言ったりします。handheld。他にはですね、打ち上げるなんて単語もね、覚えておいてください。set off some fireworks。打ち上げるとか、発射するとかね、そんな意味ありますけども、set off some fireworks。はい、皆さん復習のお時間です。蒸し暑い、かき氷食べて花火やりに行こう。ぜひとも覚えて使ってね。はい、チャンネル登録とコメントもどうぞよろしく。今日見てくれてありがとう。 Thanks for watching。 また会いましょう。バイバイ。